頑張るのもいいけど、たまには休憩もしなくちゃ。うわ、優しい男。バレンタインデーにチョコを棚からなくす男と言われてる。俺が角砂糖たっぷりのお茶を入れてやるからさ。ホワイト企業すぎる。これは恋愛ドキュメンタリー人気ナンバーワン。だまちまです。皆さん正月の番組とか見ます？俺ね、大きい番組は見るんだけど、そんなね、そのショート番組とかあんまりさ、何、特番とか言われないタイプの番組はね、見ないんだよね正月。でもさ、ツイッターとかでなんかトレンドとか載ってると気になるじゃん。そう考えるとさ、ツイッターってすごい便利だよなって思う。でもさ、ツイッターってなんか、ね、日本でね、シェア率ナンバーワンらしいよ。日本で一番使われてるのがツイッターらしい。だってみんなさ、ニュースとかツイッターで出てるでしょ。そういう人もいるでしょ。なんかすごいよねツイッターって。偉大だよね。ツイッターなくなったらどうなるんだろう。ミステリーバッグの待機列最後尾はこっちだぞ。よかった、今日は順調に列が進んでるみたいだ。あー珍しいね。だんだん落ち着いてきたのかな。どうしてもあれが欲しいんだよ。オルト？ん？今の声はあっちの木の陰から聞こえたな。フィニアスとファーブじゃないよね。木の下といえばフィニアスとファーブ。兄さんと兄さん並ぶなら早くしないと、セール初日から昨日までのデータ通りなら1時間後には完売するよ。やっぱオルトゥだ。1時間後には完売する、何の話？そうは言うけど無理無理無理。いくらあれのためでもあの大行列に並ぶとか耐えられない。あるある。なんかね、俺一回ね、ディズニーランドでカップルでディズニー来てた人たちの会話でね、こういう会話聞いたことあるよ。ポップコーンに並んでたのかな。でなんかね、彼氏がポップコーンにこんな並ぶの無理だよとか言ってさ、並ぼうよとか言って、絶対あの後別れた。ごめんなさい。あ、イデアによると、どうしたんだこんなところで。ポップコーンにでもさ、確かに30分とか40分とか並ぶのさ、よく考えるとイカれてるよね。いや普通の生活ではね、ディズニーでは魔法がかかってるからもう30分ももう1分のようなもんだけど、現実世界ではね。あ、人型ルンバ最新鋭の。ギャー。カリマアルアジームさん、明けましておめでとう。あー、いい子。オルトいい子だよね。オルトも好きだな普通に。まあでも俺はスカラビアとディアソモニアの愛をやめないけどね。失礼だな。純愛だよ。あ、二人とも今年はよろしくな。よろしく。カリムシ、どうして学園屈指の夜明けがこんな店から離れた薄暗い場所に。あ、そうか、いいじゃん。嫌いじゃんキャリムのこと。嫌いっていうか苦手なのかな。でもさ、あれだよね、いじめっ子タイプじゃないだけまだ良くない？なんかさ、陽キャっていろんなタイプいるよね。そのいじめっ子タイプと、あとシンプルに明るいだけってこと、あとなんか明るいんだけど、明るいんだけど実は暗い部分を持つみたいな、なんか3パターンいる気がする。キャリムはさ、シンプルに明るいだけじゃん。まだいいと思うんだけど。まあ確かにさ、その天然でやっちゃうことはあるけど、なんか人を傷つける人とかよりはまだいいと思うなって思っちゃう。まあ上には上がいるからね。俺今ミステリーショップでバイトしてるんだ。待機列の案内中に声が聞こえたから気になってさ。あー、お前たち何か困ってるのか、俺にできることがあれば言ってくれ。優しい。やっぱりさ、バレンタインデーに棚からチョコを消す男だけあってさ、平気でこのモテ男発言できちゃうよね。兄さん、カリムに相談してみたら。何を探してるの。ミステリーバッグを買うためにわざわざここまで来たんだしさ。あ、待って、あれじゃね、イディアも狙ってるの、あれ、なんだっけ、ファンタスティックベイビーだっけ。全然違うな。でもあれ、アメージングチケットを手に入れるなら手段は選んでいられない。あ、アメージングチケットだ。やっぱ欲しいんだね。え、なんなの、プレミアグッズとかもらえるのかな、アメージングチケットって。気になるな。カリムシ、ミステリーバッグをありったけ買うにはどうすればいい。並ぶ。金に糸目はつけませんぞ。
どれだけ排出率が激渋だろうが天井まで回してやる所存。イディアさ、ガチャに例えるの好きだよね。ガチャ中毒すぎない？6章でもあったよね、ガチャで例えんの。毎日課金してんのかな。イディアの言ってることはよくわかんねえけど、ミステリーバッグが欲しいんだよな。リリアとかなら話通じるだろうね。だったらあの列の一番後ろに並んでくれ。どうなんだろう、サムとかさ、買収すればなんか通してくれたりするのかな。気にならない、その辺。抜け道はないのか。でも拙者の番が来た時に在庫を全部買い占めれば。一人一個だよ。あの1会計につき1つだよね。ミステリーバッグは1会計につき1個マジだぜ。たくさん欲しいやつは列に並び直すんだ。でもいいんだね、並び直したら買えるんだね。だから人を雇うしかないよね。最悪桜じゃないけど。え、じゃあ単発で当てると。そんなの無理ゲーすぎる。だからモブたちに頼めばいいんじゃない。最悪ね、転売ヤーさんとかさ、あれだよね、すごいよね。なんか発売日とかさ、そういうニュース見たことある。ごった返してるみたいな。みんな両手にもう袋をいっぱい買ってみたいな。ミステリーバッグを確保しないと。アメージングチケットの入手率は 0%。 今やだな、なんか転売ヤーさんってさ、転売ヤーに3をつけてしまった自分が悔しい。悔しいよ。でも僕が一緒に並べばミステリーバッグを2個買えるよ。ほら兄さん、最後尾に急ごう。あ、そうだよね、2個で当たるかな。当たらないと思うな俺、さすがに。じゃあ俺は店で待ってるぜ。いてや、俺とまた後でな。キャリムってやっぱ友達としてはいいんだよね。そのいすぎるとちょっとトラブルに巻き込まれるってだけで。ミステリーショップ、お買い上げありがとうございました。またお待ちしております。やってるじゃんバイト。な、長かった。見渡す限り人人人、おまけにあの寒さ、年明けからハードすぎる。これさ、 CM とか流してんのかな、このバイトの宣伝用に。え、あの松本人志さんがやってんのかな。バイトするならタウンワーク。あ、二人とも待ってたぜ。おー、はあ、一体何度暖かくて快適な自室に逃げ帰りたい衝動に駆られたか。いやー、わかるわ。でもさ、あれだよね、多分ね、時間だけじゃなくて人が多いっていうのも結構あると思うよ。その列に並ぶきつさって。これだけ大変な思いをしたんだ。拙者かオルトが当たりのミステリーバッグを引き当てるはず。そんな甘くなくない？え、結果が楽しみだね。じゃあ僕と兄さんにミステリーバッグをください。悪いオルト、今日の分のミステリーバッグはこれで最後なんだ。あえ、でも一つは買えるってこと？絶対当たらない。いや、最後のさ、そのボックスとかさ、パックとかってさ、当たらないこと多くない？入ってなくない？大体最後に。そういうイメージがある。やったね兄さん、最後の一個なんてついてるよ。おー、ポジティブ。確かにね、1個買えただけでもいいよね。なんだって最後の1個、ようやく買えると思ったのに。なに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 、またトラブル起こすの？手ぶらで帰るなんてごめんだ、俺に譲れ。え、もうめちゃめちゃクレーマーじゃん、ただの。やばくない、こんなさ、ボノある？は、兄さんが頑張って並んで手に入れたバッグを取らないでよ。いや、それはさすがに強盗だよ。やめろ、オルトに手を出すな。ルパン三世でもそんな強引なことしない。領長とオルトが危ない、加勢するぞ。手伝ってくれればよかったのに。あ、君たちも欲しかったの、もしかして。皆さん落ち着いてください。ダメだ、全く聞こえてないぞ。でもあれはさ、モブが一方的に悪くない？完全に被害者だよね、オルトゥたち。喧嘩になる前に止めるぞデュース。ほんとさ、ひどいよね、マナーがなってない。あー、疲れた、
新年早々散々な目に遭いましたわ。本当だよね、バチ当たりだよね、正月早々に。これでアメージングチケットが来なければ報われないというもの。いざ開封。入ってない、入ってない、多分。そんな都合よく来るわけなくない、多分だけどね。ミステリーバッグの中をスキャンしてみたけど、それらしいものは入ってないね。ほら、なかなかないよね。無理じゃないの、そんなさ。で、何が入ってんの、アメージングチケットって。いや、気になる。やっぱ超プレミア品とか、その1930年代のワインとか、そういうの入ってるのかな。嘘でしょ。人混みに耐え忍んで多量性に絡まれた挙句に外れなんてあんまりだ。いや、そういうものでしょ。初詣でおみくじしたって出るのは小吉、それと一緒。ちなみにイデアはアメージングチケットで何を引き換えようとしたんだ。あー、でもな、あれだよね、俺は遭遇したことないけど、あのさ、並んでて列の直前で切られるって結構ショックだよね。兄さんが好きな崖っぷちモエラスっていうアイドルの直筆サイン入り T シャツだよ。崖もか。え、直筆入り、どこで入手したの、そんなもの。え、協力してもらってるの、スポンサーについてる、もしかして崖っぷちモエラスの。待って、地下アイドルなのかな、崖っぷちモエラスって。俺さ、乃木坂とか、あとももクロとか、そういうさ、トップアイドルを想像してたんだけど、もしかしたら違うのかな。地下でこっそりやってるアイドルなのかな。ライブ会場限定で販売されたグッズだからネットでは手に入らなかったんだ。え、全員に配布されたってこと、ライブ会場で。すっごい豪勢だね。え、そんなことある。乃木坂でもさ、なんかグッズ買って抽選で直筆当たりますよみたいな感じなのに。え、やっぱ地下アイドル説じゃない。地下アイドルならさ、なんかできそうじゃない、全員分サイン書きますよみたいな。でもサムさんのお店は珍しいものも用意してくれてるんでしょ。おー、でもそういうのが手に入るんだね。え、サムが言ったってこと、どっちなんだろう、スポンサーなのかな。だからアメージングチケットと交換で手に入れたかったんだけど。あー、カナピーね。中身は服ばっかだし、部屋に引きこもってばかりの拙者には無用の飲み物っすわ。特にこの腐った果物みたいな色した T シャツなんて一体どうすればいいんだよ。何それ、逆に気になる。腐った果物みたいな色した T シャツ、臭そう。あれ兄さん、その色って、まさかこんなところにあるはずが。そんな偶然ある。偶然は必然、そして当然。でもこれは間違いなく崖物サイン、腐った色の T シャツって言ったよね。どの方面に対しても失礼だよ。うん、公式サイトの画像と照合してみたけど、色もデザインも完全に一致してるよ。すごいね、なんでそんなもの入ってるの。え、それさ、アメージングチケットじゃないんでしょ、普通に入ってるってこと、福袋に。欲しいものが入っててよかったな、イデア。ねえ、うん、辛い思いをして並んだ甲斐があるよ。たまには外に出るのもいいですな。ディフフ、ほんと運がいいんだね。ないよ、なかなか。初詣行っても大体小吉なんだから。二人ともありがとう。また兄さんと一緒に遊びに来るね。まあ、おいで。はい、ご来店お待ちしております。なんかほっこりしたな、このエピソード。え、来週で終わりってこと、来週じゃない、明日で終わりってこと。ディアソムニア来るよ、明日とうとう。楽しみだな。そういえばアジーム先輩はバイト代を何に使う予定ですか。あー、気になる。確かにね。俺はバイトのことを教えてくれたみんなのためにこのバイト代を使って宴を開くつもりだ。何この聖人、聖域がもうこの人の通称みたいな感じがあるよね。自分じゃなくて他の人のために使うんですか。さすがアジーム先輩、気前がいい。
すごい隠れファン多そう。カリムって現実でも。デュースはバイトを始める前に欲しいものがあるって言ってたよな。何を買うつもりなんだ。あー、何なんだろう。予想していい？デュースの欲しいものでしょ。卵割り機。マジカルホイールのヘルメットです。違った。好きなブランドの新作、カラーリングが僕のマジホイとぴったりで。あ、いいじゃん、趣味全開なのいいね。デュースもね、たまには贅沢しないとね。値段が2万マドルするから小遣いで買うのは難しいなって諦めてたんですけど、無事買えそうです。あー、え、これさ、ん？5日間で2万円ってこと？5日間で2万円ってどうなの？普通にバイトして、バイトっていくらなんだろう基本的に。まあ1000円ぐらいと仮定するじゃん。1000円ぐらいと仮定して、で、5日間でしょ。1日何時間だろう。2時間ずつ。じゃあ3時間。あ、4時間だ。4時間ずつ働けば、まああれか、2万円ゲットできるのか。どうなんだろうこれ、高いの？2万マドルって2万円なの？わかんない。そうなのか、よかったな、デュース。手に入ったら店に来てくれよ。おー、見たい。確かにヘルメットでブイブイ言ってる、その格好できてよ。そのミスマッチな格好できてよ。和装ヘルメット見たいもん。あ、そういえば言い忘れたんですけど、ちょっとね、今年更新頻度落ちるかもしれない。いつもぐらいは出せないかもしれない。前さ、なんかすごい無茶な出し方してたじゃん、投稿。でもね、1日に1回は出したいと思うけど、もしかしたらその出せない日もあるかもしれませんってね、報告しとく。はい、終わります。